厚生労働省は再来年度の介護保険料の改正で一定以上の収入がある利用者の窓口負担を現在の1割から2割に引き上げる案をまとめました65歳以上の介護保険料は現在の制度のままだと再来年度以降月額平均でこれまでより1000円ほど高い5000円を超えると予測されています このため一定以上の収入がある利用者の窓口負担を現在の1割から2割に引き上げるなどして保険料を抑えたいとしています自宅での介護を支援する24時間対応の訪問介護サービスを新設することも盛り込んでいます厚生労働省はこの案をもとに年内にも政府案を決定し来年の通常国会に提出する方針です